というわけで前回は快速三重で伊勢市までやってきました。今回は紀勢本線と三宮線の分かれる滝まで戻ってから、紀伊半島を大回りして和歌山まで向かっていきたいと思います。伊勢市での滞在は10分とそこいらくらいでしたが、一旦改札を出てコンビニでおやつなどを買い足せたので、滝でずっと待つよりかは良かったですねこれ。ありがとうございます。改札で16号、名古屋行きです。佐々木、滝、松坂、鈴鹿、四日市、桑名の順に停車いたします。名古屋には16時3分、4時3分の到着です。先頭から2号車、1号車です。というわけで快速三重で一駅、あっさりと滝に到着です。ここから乗り換える普通の新宮行きは15時23分発と、50分のそれなりに長い待ち時間があるので適当に時間を潰すこととしましょう。これは滝を起点とする三宮線の00ポストでしょう。ちょうど普通列車を撮影している際に見つけました。かつての三宮線は亀山を起点としていたのですが、1959年に紀勢本線が開通した際に亀山と滝の間がそちらに編入され現在のようになりました。あ、ロングシートか。クロスシートだったらいいなぁと淡い期待を抱いていたのですが、それは無駄であったようです。車内は自分を含めて3人が乗車している状態。今日空いているロングシートの列車に乗っているとクロスシートで良くないかと思ってしまいますが、どうせこの路線も目で見てわかる赤字路線、運行してくれるだけでも十分にありがたいと思うこととしましょう。ワンマン列車特有のドアの締め切りの文字が表示されています。料金を払うために駅員もいない駅以外では運転士に近いドアしか開かなくなります。これまで今日の6時から9時間くらいずっと列車に乗ってきたのですが、東海道線と快速三重だったのでなんだかんだワンマン列車は初めてですね。車窓も山と田んぼの占める面積が非常に多くなってきて、それなりに遠く行ったということを教えてくれます。しばらく列車はかつて熊野と伊勢神宮を結んでいた熊野古道の伊勢道を沿うように山あいをトンネルなどを用いて神宮に向けて南下します。この区間では乗り降りする人も少なければ景色もあまり変化することがなかったので、軽く一眠りでもしようかなと。さすがに朝も早かったということで少し疲れてきました。車内に人の動きが感じられ、列車がなかなか動き出す気配がなかったので起きてみると、ヒノキの名産地尾鷲に停車しているところでした。停車時間が2分設けられていたので、眠気覚ましに外に出て体を伸ばし気分転換をしてきました。同じ体勢を続けた体に気を巡らせ待つ。列車の出発時刻は17時12分。少し日が低くなってきましたが、和歌山到着は23時46分とまだまだ先ですので、ゆっくり行きましょう。尾鷲を出ると列車は海岸線を沿うように敷かれた線路を通って、入江の奥にある漁村にそれぞれ一つずつある駅に停車していきます。この辺は海岸線まで山がせり出していて、線路を敷きにくいところを長めのトンネルをたくさん掘り気合で鉄道を通しています。この列車にはここら辺の地域住民らしき人は乗っていませんでしたが、開業当時は地域の交通手段としては革命的なものであったのではと想像します。熊野市の一つ手前の駅である大泊の案内がされています。あれ台と待って、発行路のカラット川の港町である原稿鎖国の日本の呼び方と被っているのにもかかわらず、旧国名などが冠されていないので気になって調べてみたところ、紀伊半島の大泊駅の開業が終戦から11年後1956年であったので、同時期にこの2つの駅が存在していたというわけではありませんでした。もしもカラットの大泊が残っていたとするならば、この駅は順当に紀伊大泊となっていたことでしょう。列車は熊野市駅に到着です。地名が熊野となっていますが、ユネスコの世界遺産に登録された紀伊山地の霊場と山系道の一部を成す熊野三山があるのは別の場所であり、実際は熊野の中で大きめな町の一つといった印象を持ちます。この駅では乗客の大半が降りていってしまい、熊野市を出た時に後ろの車両には自分一人しかいなくなってしまいました。ワンマン運転なもので車掌さんもいないため、本当の意味での貸し切り状態です。気兼ねなく車内をうろうろすることができるので、体を伸ばしつつ後ろからの景色を眺めましょう。間もなくで終点の新宮に着くといったところで、暗くなってきた熊野川を渡ります。向こう見える橋は建設中の熊野川河口大橋で、完成まであともう少しといったところでしょうか。この川を渡ることによって、快速三重で木曽川を渡ってからずっと通ってきた三重県に別れを告げて和歌山県へと入っていきます。というわけで、滝から3時間半かけて終着の新宮に到着です。新宮からは JR 東海から JR 西日本の管内に入り、頭上には先ほどまではなかった河川柱が現れ、ここから先が電化されていることがわかります。乗り換える電車がもう来ていますね。乗り換え時間は4分と少ないので、とっとと乗り換えていきます。
時間が時間なもんで何か少し食べ物を買いたいなと思ったところですが、これを逃したらどうしようもなくなってしまうので余計なことをするのはやめておきましょう。乗り換えの車両に転換クロスシートを期待していましたが、前日はいつも厳しいご様子でしっかり全部ロングシートとなっていました。ここから乗る車両がロングシートですと、この先聞いた鍋から乗る車両も同様になる気がしてたまりません。新宮を出ても先ほどと変わらず紀伊半島に沿って走っていきます。ここからは夜になり車窓が黒一色となってしまいましたので、外の景色が見れないのが惜しいところです。素材が少ないもんで、ここからはダイジェスト気味に行きましょう。足元で長めの停車時間が設けられていたので外に出てきました。先ほどクロスバイクが普通に乗り込んできてびっくりしたので、見てみると自転車のマークが出ています。これはごぼうと新聞の間で紀伊国線サイクルトレインというものが実施されており、自転車を畳まずそのまま車内に乗り入れることができます。自分もトレーニングでロードバイクに乗っているので、いつか関東のサイクルトレイン BB ベースに乗ってみたいと思いました。さあというわけで新聞から約2時間、終着駅の紀伊田鍋駅に到着です。カメラが非常に曇っているのはエアコンが直撃するところで、カメラ片手に寝落ちして結露したからです。凍えていたため格段なら嫌気しか出さない真夏の蒸し暑さが非常にありがたく感じます。時刻は21時57分と田舎のローカル線でしたら、もうすでに終電といったところですが、ここいらはアドベンチャーワールドや白浜などをはじめとする観光地があるためか、それなりに大きい町となっており、この時間になっても最後の一本が接続して和歌山に向けて走ってくれます。そしてこの列車が本日のラストランナーとなり、朝6時からずっと列車に乗り続けたのもここまでとなります。と入っても夜であるため景色に見どころもなく、時折乗ってくる少し酔いの入ったサラリーマンや残業して疲れた人を淡々と家に向けて送り届けている感じでした。自分も夜ご飯を食べていないので、和歌山周辺にある24時間営業してそうな何かしらのチェーン店を探し、適当に本を読みつつ到着までまったりと待ちます。というわけで和歌山に到着です。今回初めて鉄道で紀伊半島を回ってきましたが、半分以上の時間日が落ちてしまっていたので、またリベンジしていきたいと思いました。次来るなら黒潮と南紀を乗り通してみたいですね。今日の鉄道の旅はここまでですが、本日宿泊するネットカフェはここから2キロほど先にある和歌山市駅となっています。ですが帰省本線の和歌山市駅行きはもうありませんので、歩いて向かいたいかなと。首都圏の繁華街でしたらまだ飲み会の客で駅前も賑わっている時間ですが、和歌山駅前は健康的なのか人の姿がほとんど見当たりません。住めば都と言いますでしょうか。このように駅前が人が少なく静かなのが少し不気味で、酔っ払いが道端で殴り合いでもしてくれていた方が安心する気がします。すき家で少し贅沢に冷ややっこをつけた牛丼を食べて、また少し歩いて到着です。というわけでしばらく間が空いてしまってすみませんでした。またまったりと動画作るの再開していこうと思いますので、よろしくお願いします。明日は和歌山市から串ヶ浜まで向かっていきます。ではまた次回。